はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。今回は実機を買うと100万円以上してしまう最高級のコンプレッサー、シャドウヒルズマスタリングコンプレッサーのプラグイン版をご紹介したいと思います。では行ってみましょう。はい、では早速見ていきましょう。見た目はねごついんですが、使ってみると非常に使いやすいコンプレッサーになっています。こちらのシャドウヒルズマスタリングコンプレッサーなんですが、オプティカルコンプレッサーとディスクリート回路の VCA タイプのコンプレッサーの2段構えとなっています。そして左右のステレオ仕様もしくはデュアルモノ仕様として使うことができます。こちらの切り替えはこちらのスイッチでステレオかデュアルモノかを切り替えることができます。でステレオの場合なんですが、左側のノブで調整をします。ですがこのノブを回してみても右側のノブは一緒に動いたりはしません。ですが内部でリンクされてますのでご安心ください。でデュアルモノ仕様の場合は左チャンネルと右チャンネルを独立してコンプレッサーを設定することができます。でこのシャドウヒルズマスタリングコンプレッサーなんですが、ユニバーサルオーディオさんのインターフェースがないと使えない UAD 版と、どんなインターフェースでも使えるプラグインアライアンス3版があります。で残念ながらですね、僕の方が UAD のインターフェースを持っていませんので、今回はプラグインアライアンス3番で、検証していきたいと思います。で若干ですね、設定の項目で違うところがありますので、 UAD 版とプラグインアライアンス版の、違いを少し先に触れておきたいと思います。プラグインアライアンス版ではここにキーインというスイッチがあります。こちらはですね、外部の音源に対してコンプレッサーが反応するいわゆるサイドチェーンの設定をするときにこちらをオンにします。例えばベースの音に対してドラムのコンプレッサーが反応する、いわゆるダッキング処理などをするときなんかにこのキーインを入れます。でそのキーインで入ってくる音のフィルターですね、どの辺の周波数に対応させるかというのがこちらになってて、 20Hz から 666Hz まで設定することができます。で通常のサイドチェインというスイッチもありまして、これは UAD 版にも共通してるんですが、こちらのスイッチでサイドチェインをインアウトできるんですが、こちらはですね低音のポンピングを防ぐために 90Hz 固定で、働くようになっています。ハイパスフィルターとしてこちらは働きます。でミックス具合ですね、ミックス具合を変えることができますので、並列処理いわゆるパラレルコンプレッサーとして使用することもできます。それではですね、初段のオプティカルコンプレッサーを見ていきましょう。こちらになります。これはいわゆる、LA2A タイプという、オプティカルコンプレッサーで、スレッショルドとゲインしかない非常にシンプルなオプティカルコンプレッサーになっています。でそれをインアウトするスイッチがこちらにあります。でかかり具合を、確認するのはこちらのメーターをオプティカル、ディスクリート、アウトプットゲインと、切り替えることでかかり具合を見ることができます。で LA2A タイプの特徴というのは、非常に滑らかにかかってくれて、いわゆるいかにもコンプをかけましたという音にならないところが、特徴だと思います。はい、では次に、ディスクリート回路の VCA コンプの方を見ていきましょう。こちらはですね、レシオ、アタック、スレッショルドで、リカバーというのがいわゆるリリースです。そしてアウトプットゲインという具合に、一般的なコンプレッサーのコントロールを備えたものになっています。そしてこのディスクリートをインアウトするスイッチですね、こちらもあります。ですので両方アウトにしてあげるとコンプレッサーを
かけずに、こちらのトランスのみを通った音ですねを、再現することができます。トランスがですね、ニッケル、アイアン、スチールと3種類あるんですが、ただですね、残念なことに UAD 版では、トランスによる音の違いが結構はっきりしてるそうなんですが、プラグインアライアンスのさんのこちらの場合ではほとんどですね違いが聞き取れない感じになっています。変えてみてもあまり変わったなっていう印象がなくてですね、僕の方でもちょっと違いがはっきりとはわからない感じです。一応ですね、使用上ニッケルがクリアな音で、アイアンが結構キャラクターが変わる音だそうです。でスチールが最もブーストされる、サチュレーションがかかるような感じなんでしょうかという話なんですが、ほとんどですね、違いは僕の耳には分かりませんでした。はい、それでは実際に音を聞いていきましょう。はい、では、ドラムのバストラックに、かけた音から聞いていきたいんですが、今回ですね、シャドウヒルズマスタリングコンプレッサーという名前なんですが、マスターにかけるということはせずに、各トラックの音作り用のコンプレッサーとしてかけています。使った印象ですとその方が使い勝手がいいかなという感じですので、そちらで、検証していきたいと思います。ではですね、再生の途中で、オンオフを切り替えてみたいと思います。まずはですね、かかってない状態ですねから流していきたいと思います。はい、こんな感じになります。音量差がね出ないように、薄く1デシベル前後だけ、かけてる感じになってます。どのトラックもですねそういう設定にしていますので、音量差が出ないように、設定はしてあります。では次にベースにかけた場合を聞いてみてください。同じくかかってない状態から再生します。はい、こんな感じになります。はい、では次にエレピですね。エレピにかけた場合をやってみたいと思います。はい、こんな感じになります。はい、では右チャンネルのカッティングギターにかけた場合を聞いていきたいと思います。
はい、このようになります。はい、では左チャンネルのワウがかかったギターの検証をしたいと思います。はい、このようになります。はい、ではメインのリードギターに、かけた場合をやってみたいと思います。はい、このような感じになります。それではですね、2ミックスを吐き出してシャドウヒルズがかかってる場合とかかっていない場合を比較してみたいと思います。はい、では2ミックスを吐き出しました。こちらですね、マスターには一切何もかけてませんので、各トラックにシャドウヒルズのマスタリングコンプレッサーが音作り用としてかかっている状態のトラックです。で、まずはですね、そのシャドウヒルズがかかってない方の2ミックスを聞いてみてください。はい、今のがシャドウヒルズがかかってない、方の2ミックスでした。ではかかってる方の2ミックスを流したいと思います。はい、こんな感じになります。各音のですね、立体感だったり音、押し出し感だったりが、結構違うんじゃないかなと思います。で、プラグインアライアンスさんのね、URL を概要のところに貼っておきますが、見てね、値段見て、びっくりするかと思います、ね、コンプレッサー1個にですね、$299します。高いですよね。
ですが、ご安心ください、アカウント登録をしておいたりするとセールで 29.99 ドルになるバウチャーが送られてくることがあります。ですので急いでね買わなければ、バウチャーが来るのを待っておけばですね、安く手に入ることがあります。ですので、うまくすれば 29.99 ドルで手に入りますので、僕もね、そうやって安く買いましたのでぜひですねセール時期を待ってみてください。で、このシャドウヒルズマスタリングコンプレッサーのもう一つのバージョンとして実はクラス A というタイプがあります。こちらの方はですねなかなかセールにならないので、安くなることはないんですけれどもこちらですね、こちらのバージョン普通のマスタリングコンプレッサーの方を持っていると、優待で 99.99 ドルかなでアップデートすることができます。そしてユーザーに対してはですね、何ドルかのですねバウチャーが送られてきますので実際にはもう少し安く手に入れることができます。ですのでそういうバウチャーを活用すれば、そこまでですね高額な、金額じゃなくても手に入れることができます。でまたですねこちらの方、同じ設定をしてもやっぱりクラス A の方はですね、音も違ってきますしあと細かな設定もいろいろできますので、こちらの紹介動画はまた別に作りたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。では、今日はこの辺にしたいと思いますのでぜひよろしければチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画で。今日はご視聴ありがとうございました。